やっほー、大岡です。こんにちは、でございマウンテン、今日はこちらじゃがりこを使って素敵な山ご飯作っていきたいと思います。それではハピピンクッキング。材料はじゃがりこ、片栗粉、塩コショウ少々、お湯です。まずこのじゃがりこにお湯入れていきます。ですね、レッツお湯投入。ちょっとずつ入れて様子を見ていきましょう。ちょっとずつふやけてきたので潰していきます。こんな感じです。さらに潰していきます。こんな感じになっていきます。はい、よく混ざったら片栗粉を入れてさらに混ぜていきます。片栗粉、まあ、適量です。いきます。お好みで、これは本当にお好みで、私はじゃあ少しだけ塩コショウ少しだけ入れます。さらに混ぜていきます。いい匂いです。次はこれをフライパンに丸めて焼いていきます。こんな感じの大きさに丸めます。そしてここに置いてちょっとだけ潰します。これをたくさん作っていきます。お、ちょっと待って、15個が出来上がりました。ハッピピーン。これをフライパンに乗せて、焼いていきます。片面が焼けたらひっくり返してもう片面も焼きます。いい感じの焼き具合です。はい、両面がいい感じに焼けたら完成です。完成しました。ちょっと盛り付けてみました。いろいろなものを乗せて食べてもいいと思います。食べてみたいと思います。いただきマウンテン。じゃあこの真ん中のいただきます。うんうん、もちもちしてます。うん、美味しいです。もちもち感が加わって、もともと美味しいじゃがりこがさらにナイスなお菓子に変化しました。美味しい。ちょっとこう塩コショウ入れたのでアクセントもついてて、でこうくるみとか乗せてもまた変化がついて美味しいかなと思います。はい、とってもカップ一つで簡単にできちゃう、簡単なのでおすすめです。うん、というわけで皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。いろいろ作っていくのでまた見てください。ありがとうございます。マウンテン。